二代目スケーモンさん、天使のぬぐさん、アトムちゃんさん、シティリバーさん、あずゆいさん、りょうはさん、つばゆうすけさん、てるさん、ありがとう。メイク変えたの？メイク変えてる？メイク違います？今日きらめきました。イエーイ。最近綺麗になったと噂の道。そう？やっぱ甘酒はすごいわ。違う名前でしてたけど、ハピネスの、イエーイ。東京特許許可局局長さん、セリアさん、ユキさん、デブニアンさん、ありがとう。今日もとってもかわいい、ありがとう。かわいい、今日の顔好き、ほんと？なんか違う、ふーん。涙袋がでかいよね。金持ち感半端ない、嘘。目が、あれじゃない？テレビに出るときはちゃんと目をちゃんとするから、最近アイラインはあんまり引かないからじゃない。こうさん、こうさん、うっふっ長澤まさみさんと並ぶ美しさ。長澤まさみさん大好きなんですよね。垂れ目っぽい感じがする。あ、ここに線引いた件かもしれん。なんか右は強いけど左薄くない？メイクはみちゅがしたの？そうだよ。フォローしました、ありがとう。アトムちゃんさん、デブニャンさん、ありがとう。そう、自分でしていく。抗酸アレルギー、そんなことない、ごめん。寒くて暑いんだけど、なんか暑くて寒い、わかる？この気持ち。ほんま、キングダム、ああ、まさみさん、まさみさん、長澤まさみさん好きなんやな。キングダム見てね。今日も今日ってか、ありがとう。左もゴージャスにしよっかな。なんか右の方がゴージャスじゃない？下に線引いてるのかわいい。なんか これ2017年にあのSTU で出たやつでいただいた、このこうピンクなんですけど、ここに引いてぼかしてる。今ちょっと分かりやすいように引いたらめっちゃ引いちゃった。分かりにくい程度に引いてるのにめっちゃ引いちゃった。そんなの難しい。カズくんさん、ありがとう。切り口直ってきた。あんだん、くしゃみ一回で収まらぬ、かわいい。出るくな？カズくんさん、アモズさん、大崎上島のカズさん、ダダダダムダさん、ありがとう。最近メイクが格段に上手くなりましたね。美人になりました。そう？あら、メイクそんな変えてないけど、メイクそんな変えてないけど、麻婆さんだ。限定品って言葉に弱い。カエルありがとう。カエルタワー、ゲコ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 タワーありがとう。ほんま久しぶりに来ちゃいました。あ、お、まあ確かに使うメイク用道具が多くなった気がする。ハイライトとか使わなかったもん。
メイク覚えていってますよ、どん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 。かわいい。2020年5月29めっちゃ可愛く描けた。カエル、マーボーさん、ゲコゲコタワーありがとう。ほら、ありがとうございます。今日はピンクメイクですよ。今携帯2台と PC で見てるからみちが臨床してるみたい。カエルの歌、2020年みつきに限定品についてなっちゃう。限定品ってずるいよな、名前。限定品っていう名前惚れる。コーギーさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。コーギーさん、おめでとう。イエーイ、おめでとうございます。おめでとう。地元民だから夕方見てました。うっそー、恥ずかしいんやけど。今日めっちゃ噛んだんです、史上最強に。今欲しい化粧品とかある？今欲しい化粧品はないかな。あ、メイクさんが持ってるディオールのリップの351番が可愛いからいいなって思うけど、私これが結構好きなんですよ。これの欲しい色を両方買ったから、結構前にロム&の6番フィグフィグと8番アップルブラウン、もうピンクメイクとオレンジメイクって感じ。今はこれ。イコールラブ。そう、リップもピンクですけど。これスカパラダさん、アトムちゃんさん、デブニャンさん、ありがとう。 M ケンさん、つばゆうすけさん、ありがとう。みちもある意味今限定みたいなところがある。確かに、それ確かに。それ確かに。カズくんさん、クマありがとう。今村だしね。今日のメールの写真全部すこ、嬉しい、ありがとう。ブルーさん、デムニアさん、ありがとう。今欲しい家電製品はテレビ。女性に生まれてたら集めるだけ集めて満足してしまいしゅう。シが3つ。ロム&最近みんな使ってるイメージね、めっちゃいい。そう、エミリンさんがいいって言ってて私も欲しくなって買いました。でもめっちゃいい。スカパラダさん、ダダダダムさん、キョンシーさん、ありがとう。セプトミヨル、ありがとう。
ちょっと目指せ1万回再生しましょう。皆さん、坪井介さん、アトムちゃんさん、ありがとう。マイキーはオレンジメイク似合わないらしい。色白だからだよ。カズくんさん、クマありがとう。うえー、ももさんありがとう。エアコン、あー確かに。あ、スクリーンモニターはやめる。そんな場所がない、映せる。キルスさん、コウさん、カズくんさん、あープロジェクターね。明日見てみます。スースークロスワードやってないんやな、結局。やろう。じゃあみんながそんなにクロスワード進めるからやるよ。自分が最近望むことは、なんか予期せぬところから昔の自分のへそくりが出てきてほしいなって思う。でもへそくりなんてしたことないから絶対出てこんというか、なんかあれこんなとこに入れとったっけから出てくるやつしかないんですけど、それがあったらいいのになって思う。なんかロマン、ロマン、ロマンとしてね、お金が欲しいわけじゃなくてロマンとしてそれがあったら、あ嬉しい気持ちってなる。見て、アンエンストラスフェミキャーサー、あらかじめ語られるロマンス、占いなんてそんな信じてなかった。だって科学的根拠何もないんだもん。でも今はちょっと信じてみてもいいかも。できたら教えて。みんなクロスワード手伝ってくれる？みんなクロスワード手伝ってくれます？もしや。はい、クロスワード用題。ジュッジュルー、問題です。ドゥルーン。嘘を教えたいですって？いや結構埋まっとんよ。ほらちょっと反対で見せるけど結構埋まってるんですよ。横横見て、青なんて読むかわからんのよな。じゃじゃん。シャデラの郊内の商店街で東京都の浅草寺の浅草寺のものが有名。これ中伏せ、何ですか？なんか中に入るやつ。中伏せ店、見ね見ね。あ聞いたことあるか。じゃあじゃじゃん。あこれむずいや。雨具じゃん、雨具。あ161番、じゃじゃん。あ難しい。滑空専用航空機、滑空って読むこれ。滑る空専用航空機。すごい、グライダー早くない？なんでそんなすぐ分かったん？
すごい。はい、じゃじゃん。ヨーロッパのナイトの寄付、これ難しくない？ふんふんふん、う、ふんふんふん、う、文字数も言わんと。でもだって文字数言う前にだって言っとる方がおったんじゃもん。すごい。越後製菓プップー騎士道、え、すごい、なんで、すごくない？みんなあれじゃ、100人寄れば文殊の知恵じゃ。はい、じゃあ難しいやつだそう。じゃあ246。大阪府大阪市の新世界にとそびえ立つ塔、太陽の塔、太陽、違うわ、6文字。あ、通天閣。あ、あれじゃん、通天閣。太陽の塔はどこ？248。長崎と天宗地方の副城○○○○関連遺産が世界遺産に。あ、天草、天草じゃん。天草地方の潜伏○○○○○。5文字。気にした、すんご。この配信はウィンウィンですね。私は埋まるし、みんなは褒められる。はい、じゃじゃん。海の生物みたいな名のキノコ。はい、早押しでお願いします。海の生物みたいな名のキノコ。クラゲ、クラゲ、キクラゲ。いや、これは私もできたな。なんでキクラゲってキノコなんや。じゃじゃん。東京都のここを歩いてヒルズ族気分、ビバ、5文字。東京都のここを歩いてヒルズ族気分、5文字。5文字で回答お願い。ロツポンギ、本当だ。みんなヒルズ族気分になってます？東京住みの方。ロツポンギ、ロ、問題です。ダーダン、あれあれ、ヨーロッパのナイトの寄付ってなんて言ったっけ。ヨーロッパのナイトの寄付なんて言ったっけ。あれ、ヨーロッパのナイトの寄付言ったよね、さっき。あれ、あ、間違えた間違えた。じゃあじゃん。間違う違う違う。じゃじゃん。うわ、難しいわこれ。意味が分からん。ソフトではないだって。147。じゃじゃん。高知県のここには巨大な坂本龍馬像がある。か。かで5文字。桂浜。ウェーイ。さすが。 ZZ は、はい、はい、じゃじゃん。押さえつける力、むずいよね、2文字。
やめようやめよう。スマホにダウンロードしようアプリ。圧か、圧だ、圧じゃない？あ、みんな圧って言ってた。早っ。じゃじゃん。236。内輪での評判5文字。なんじゃるよ。内輪での評判。定評5文字。あ、好感度。一文字開けてから行きましょう。じゃあ一文字開けよう。ほ、行きます。北海道函館市にある星形城。ふん、土に留めるってなんて読むの？埋まってる文字ない。五稜郭。北海道の方多いよね多分。私のルームそんな気持ちがするんですよね。握手会とか北海道から来ましたっていう方多くて、え、とーってなる。じゃじゃん。東京都の丸国技館で大相撲の強行が見たい。強行これ両国が何番？ここか。889。889。両国。じゃじゃん。みんな楽しい？お、異国情緒あふれる兵庫県の神戸○○○異人館町、異人館街。今日工業。北の、すごい覚えなきゃこれ。兵庫だから北の異人、北の異人館街。クロスワードやめようっていうあれが来た、コメント。やめようかな。着々と埋まってきた。着々と埋まってきましたよ。やめんで。25分。じゃあ30分までやろう。ででん。あー難しい。難しい。ででん。101番。あー難しい。81番。ででん。静岡県と山梨県にまたがる日本一のマウンテン。これわかるわ、これわかったわ。わかった。でるん。ねえ、おお、ででん。岐阜県と長野県にまたがる○○○○○学は山歩きが人気。4文字。学って読むんこれ。崖？崖じゃない。学学。崖？あ、それ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 。あ、乗鞍？乗鞍？
226。あっとるわ。区が一緒じゃ。区があっとるわ。すごい。236。じゃじゃん。あ、違う。うんご。あ、じゃあ227。あー。あー。理系だ。け。だんだんと空いてきた。225。じゃじゃん。名物を食べすぎて丸々丸いっぱい。お腹いっぱい？お腹だ。お腹いっぱい。さっきの内輪での評判のあれが5文字なんじゃけど、なかふんふんけだった。なんだと思います？なかふんふんけ。なかふんふんけ。あ、仲間受け。仲間受けね。ほう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 。124。ででん。栃木県の日光山中中禅寺湖畔にある丸々の滝。早っ。華厳の滝。華厳の滝。85番。布を断つ前のアイロンがけ。3文字。これわかるのかな。心霊写真スポット。マジ怖っ。てかもうちょっとであの上の質問が出てきそう。出てきそう。そう。よし、30分なった。めっちゃ埋まった。すごい、ありがとう。めっちゃ埋まった。皆さんすごい。夜怖い話すの。いや、わかる。マイク使うの面白い。嘘、朝やったら一日頑張れた。本当ね。ひろしてやんでさん、きょうへいさん、スカパラダさん、2114さん、ありがとう。みはるさん、かずくんさん、ありがとう。ざんたくさん、ありがとう。デブニャンさん、ヒロシテヨンデさん、アトムちゃんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。意外と漢字苦手なのか。うーん、漢字読めな。
クロスワード楽しいな、本当。やってみてよ。日常会話が全部クロスワードの問題な人いたら距離を置きたい。どうやってやるんじゃろそれ。よしきさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ごほごほごほ、明日手作りクロスワード作る。すんごっ、それ。それやってみようかな、自分も。メールで送ろうかな、手作りクロスワード。来るかなって思って、そのコメントが来るまでやろうとしてた。ピンポーン、シャトってんじゃないよ。トン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 、これも98回ぐらいのやつ、98回目ぐらいのシャトルランの音。プラス20回はいける。女子強。私シャトルラン弱い、持久力ないんですよね。持久走もめっちゃ遅いし、最高もなん最高78とかだと思う、多分全然いけてない。反復横跳びはめっちゃうまい。もう人と 1,2 回差をつける、コーナーで差をつけろって。反復横跳びはすんごいよ、瞬発力はあるんよな。体幹すごさ、体幹すごい。懸垂って何？半分横跳びのコーナーは折り返しよ、時間の折り返し地点や。ソフトボール投げは下手、体力テスト A でしたよ、表彰されてました。実はね、ワルタピーポーの中腰のとこすごいなって思ったの思い出した。これ何かをやれば叩かれる、反論すれば大炎上ですか、足取られて拡散中、特にこの世は住みにくい。うはうう、ははう、そこ好き、歌詞が深いよな。わかる、その気持ちって感じ。状態起こしてみちの顔が目の前にあれば無限にできた気がする。でも60秒の間じゃけん、身体力テストは。無限にできたとて60秒で何回できるかよ、勝負は。ブルーさんありがとう。踏み台運動したことないよ、それなかった、体力テスト。ちゃま聞こえる？そんなことないよ、僕はそう思う。ジェネレーションギャップ、うっそ。
状態起こし30秒だったっけ。チャマ虐待されてる、そういうこと言わないでください、してないのに。はぁ、そういうことを言ったらね、いい人生歩めないですよ。嘘も、嘘は狼の塊です。始まり、ダイヤの指輪、なんかあれ携帯に入ってる絵文字ですよ。状態起こし4回だった、マジ状態起こし4回の方見たことない。自分はあの評価10の回数を最初に見といて、もうそれに達成できそうだったら途中から緩めるタイプの人。キスくらいしてくれなきゃ私にだってプライドがある。調査対前屈10点満点で1点でした。マジ上体起こしってセンチじゃなかった。上体起こしはこれよ、腹筋。体倒すやつマイナス、マイナス点があるの。握力はその言うて普通かな、わかんない、20、23と12とか。左が超弱い、右に比べると。あれ強い、あれソリソリ、上体ソリ、うつ伏せになって後ろに反らすやつ、それそれ上手。それ強い、うん。ハンドボール投げとか無限に倒してた。ハンドボール投げも下手。日向坂さん、きょんこさん好き、うん。状態反り、握手会で握力確かめてもいいですか。弱いもん。柔軟性見るやつなんだっけ、長座体前屈。HKT さんで仲良しな、仲良しな方、仲良しって感じの方はどうだろう。握力一番だったのに握力ゴリラってあだ名ついたの一生忘れん。握力強いの？石橋いぶきちゃん、親同士が仲良くて、そう、ちょっと仲いい。キルスさんありがとう。リミカちゃん、に耳は仲いいの、いいって言っていいのか、なんかさ、自分に、そう、その自信がないというか、仲いいって思われてないかもしれないと思うから仲いいって言えないんですよね。カズくんさんありがとうございます。ST は瀬戸内です。瀬戸内48でございます。シャトルランはあるよ、したこと、さっき言った70何回って。ありがとうございます。ソラミロックで好きな絵は松岡花さん。人は夕暮れ
さんが仲いいメンバーで名前あげてた。うそー、いつ？燃えていたの踏み通り、あれ、ギターで弾きたい。世界の片隅できっと誰かが見ていてくれてると思い過ごしと分かってても、いこの間も配信でみちインスタ始めたよねって言ってた。嘘、私インスタ始めましたって言ってないのに知ってくださってたの。サラミミロックギターで弾けるけどエレキで弾いて。デーボさんお誕生日おめでとうございますよ、よいしょ。デーボさんおめでとう、イエーイ、おめでとうございます、おめでとう、ありがとう、おはようございます。泣いてる。しょうがないって。チリさんとインスタライブでコラボしたい、してみたい、してみたい。トゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥル。ちょっと鼻をかみます。待って、やらんといけんこと思い出した。ちょっとやらんといけんこと思い出しちゃった。やばい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 。めちゃめちゃカラオケに行きたい。わかる、ケビンさん、大好き上島のカズさん、マサさん、キャンシーさん、ありがとう。締め切り今日。思い出してよかった、僕がやらないといけなかったこと。なんで思い出したんだっけ。インスタライブで思い出したんだ。インスタライブってやる前に、コラボとかする前にもマネージャーさんに許可を取らなきゃいけないよなっていうことを考えてて、マネージャーさん？あっ！ってなった。遥かの街の、風の匂い、海を見つめ語り合った未来、立てかけて横から撮って、波乗りか記号を、全然映らんって思ったらさ
ここをさこれで隠してた。タワー、うそ、ありがとう。どなただ。待って。ワカさん、ひろしってお姉さんめっちゃ可愛い。なえさん、ゆきさん、スカパラダさん、ワカさんありがとうございます。すごい、うん、かぶってる、めっちゃ可愛い。クマゲコゲコタワーだったから何タワーにしようかな。ガーガータワー、うまそう。嘘、クマクマタワーにしよう。青春時代の友は人気だろう、ほっとしたよ出会って、僕は今だって変わってない。皆さん、5月ももう終了しますよ。ありがとうございます。二の腕ふわふと、ありがとう。終わっちゃうね、5月早かった。インスタライブいつするの？全然、なんかインスタライブって結構多分人が見てくださる方がいきなり始めたら集まりにくいから、なんか前日に絶対告知をしてみたいな、絶対告知をしてからのみたいなことを言っていただいてたんですけど、私はなんか何て言ったらいいの、ゲリラでやりたい気持ちが強い、そう好きなんですよね、ゲリラいいよね。フォローしてれば一応通知来る。それ通知取っとかんと来ないじゃない、フォローしとっても。今申請してたからできる決まってんのかな。申請してないよ。ねえ、ゲリラ好きなんよ。50人集まったら配信終了レベルでゲリラしてほしい。わかる、やりたい。アトムちゃんさん、ダダダダムナさん、ありがとう。急に始まった楽しい。そう、なんかね、え、やってるじゃんってなるのが自分的には好きなんですよ。お茶一番最初は告知した方がいいと思う。まあ確かに牛乳っぽいでしょ、かわいいよねこれ見た目。ほら、ランプくんさん、アトムちゃんさん、ありがとう。陽気な色、あ、そう、陽気な色です。うん、でもそんな告知してまでするほどインスタライブでやることは別にない。じゃあショールームでいいじゃんって感じになるから、逆にゲリラがいいのかも。
まあショールームもゲリラみたいなもんなんですけど、まあ、毎日決まってるから一応時間は3。うん、なんかストーリーでインスタライブありがとうっての見てくーってなりたい。インスタライブはコラボができるのが利点だよね。それなー、それなー、葵ちゃんとコラボ、何の葵ちゃんですか。それはそれは兵藤葵ちゃんなのか、私の友達の葵ちゃん、未知の私服たくさんみたい。未知の私服はちょっとそんなに見せれる方法じゃないんですよね。アーカイブ残しといて、えやだ一日だけ残そうかな。じゃあ僕の友達のちゃん、あーそのおいちゃんね。うーん、え皆さんさ、なんかリクエスト送れるじゃないですか。皆さん送るのかな、もしおったら。友達の葵ちゃんは、友達の葵ちゃんは一緒にダンスやってた葵ちゃんです。送って申請取ったら戸惑う。中村の葵ちゃんかな。うん、する。本当？顔出しだけどね。やってみたいでも今度あるじゃないですか、イモステレビの。もうあさってじゃん。ドキドキする。私クイズとか怖い、頭が悪いのがバレる。あれ提出した、マジ？あれ提出したということは顔出し OK ということですね。長野みーちゃんこの前ファンとコラボした、すごい。私もやってみたい。ブルーインプルス、すごい。東京？初めてのスルメになるかも。おー、STU 対象してたら締め切りすぎたSTU の学力テストは2位でしたよ。でもあれ理系の問題で2位だから、文系の問題だったら絶対に1位だった。絶対に絶対に、だって英語がなかったんだもん。英語があったら1位だった気がする。だって私文系だもん。ふくちゃん理系だもんまた言ってる。そうだよ。しかも私朝5時に起きてさ頑張った。あれだってみんなはさ朝さ8時とかに起きたやつでしょ。しかもさ私のあくびがさカルタになっとったじゃないですか。あのカルタなんかファンの方がツイッターに載せてるの見たけど、あがカルタ私で、なんかさイモースさんがめっちゃいじるんやけど、はあ、ね、イモースさんが、ああそうなの。カルタ当たった。おお、お姉ちゃんおやすみぷんぷん、おやすみぱんぱん。アナザースカイに橋本環奈さん出てるね。見てないから分かんないけど、いいね、見たいですわ。なおやさんありがとう。いい関係者でないとできないいじり方。いい関係なのかな、私妹さんと。いい関係ってことか。まあ別にそんなに怒ってないけどね、私も。
嬉しくもないけど、いじってもらえて。うん、いいですね、ちゃうところが可愛いからいいじゃん。違うな。だってさ、まあ2位もすごいのかな、すごいっては思わないけどね。だってね、全国の大学生の中で2位だったらすっごーってなるけど、 STU の中で2位、まあ、4人出たらどのぐらいなんだ。視聴者的には面白い。本当絶対あれでも、くしゃみの、くしゃみじゃないや、あの私のあくびの一番口が開いてるところを絶対にあの写真にしてる、カルタの絶対一番開いてるところのシーンをカルタにしてる。可愛くなかったよ。まあいいか。ST って頭脳走るだでしょ。ああまあまあそれもそうかな。順位発表の時に言えながらちょっとあくびね。ふん。ほん。はとん。はとうとんで気持ちを表現したいぐらいの気持ち今。はうんって感じ。はい、壇上読みます。13位マサさん、12位東京都教許可局局長さん、11位よしきさん、10位ゆきさん、9位こうさん、8位ギルスさん、7位坪ゆうすけさん、6位ダダダダムドさん、5位ひろしってよねさん、4位アトムちゃんさん、3位カズくんさん、2位ワカさん、そして1位はドルルルンジャン、マーボーさん、ありがとうございました。ワカさん、マーボーさん、限定タワーありがとう。梅雨気をつけて。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルンジャン、クロニャンコさん、にゃん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 、はい、それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、ロバーチロップ、おやすみちゅー。また明日。お、スチューデンツ見てね、見れる方。またね。バイビー。セプトさん見て、セプトさん。バイビー。